かし76キロ級で去年チャンピオンのアダム・サイチェフがあっという間に階級を上げてここまで来ました。青のキューバロメロがこの85キロ級の去年の世界チャンピオンです。ただし一つ下の階級でサイチェフがチャンピオンですね。かけてその階級の体を作るということが必要だと言われます。ポイントはどうだ、5秒止めに行った、止めに行っている。ボーナスポイントも入りました。ね、今の大内刈りですね、はい、これがうまいんですね。サイチェフには一気に4点見ましたね、はい、投げ技でさらにニアホールしたということです。大内で浮かして落として、絶妙なタイミングなんですね、はい、ボーナスポイントも取りました、はい。これは展開としては非常に第1ピリオドがあと50秒ちょっとあります。あ、パッシブがロメロの方に行きました。あのアダム・サイチェフ、この赤いシングレット、ロシアの選手、注目したいのは立ち技だけではなくて、これがこのグラウンドが強烈ですからね、持ってますよね。ただロメロも柔らかいですからね、下に回転していくとカウンターを食いますから、はい、サイチェフも慎重ですね。この辺はこれは第1ピリオドの残りが間もなく30秒、仕掛けとしては慎重な感じのサイチェフ。残りは29秒、あまり無理はしないように今のグラスタ、さあフットワークを使ってタックルに行って、ね、ガブって今度はタックルと連続でロメロが動きます。これです、バックを取りました、ね、ワンポイントは入ります。さあ少しポイントを動かして、ローリングできれば1点差まで行くんですが、ロメロ残り時間が10秒を切った第1ピリオド。ロメロの得意技ですね、あの足首のかかどを取るやつですね。ここはうまく相手の攻めを切ってサイチェフが逃げました。第1ピリオドは4対1、盛んにこうしゃがんでいくぞと見せて、はいはい、止まってしまうと足技きますよ。あーっと逆に乗られた、ましたね、フォールに行きます、フォールに行く、あーフォールに行くぞ、抑えた。いやー一瞬ですね、投げに来たところ逆にひね